工業科高校応援プログラム青春工業ハイスクールクリップ。こんにちは、太郎です。東海エリアは自動車産業や航空宇宙産業を中心とした世界屈指のものづくり集積地です。そして日々ものづくりへの情熱を育んでいる高校生たちはこのエリアのこれからの産業を支えていく原石。青春工業ハイスクールクリップではそんな工業科高校に通う学生の皆さんに学校のことや将来のこと、いろんなお話を伺います。青春工業ハイスクールクリップ、中部寮生株式会社の提供でお送りします。技術を生かした仕事がしたい、そんな工業高校生を中部寮生は応援します。愛知、静岡に9拠点、エレベーター、エスカレーター、冷凍、空調設備などのビル設備をより安全にご利用いただくために中部寮生は豊富な経験と確かな技術でみんなの暮らしをサポートします。詳しくは中部寮生で検索。さあ、今回も前回に引き続いて愛知県立常滑高等学校をピックアップしていきます。お二人、自己紹介お願いします。はい、セラミックアーツ科の2年木下優奈です。クリエイティブデザイン科2年の鈴木あやめです。セラ科、デザ科、はい、木下さん、鈴木さんにお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、この前はね、結構専門的なというか、うん、固いお話結構したけど、なんかね、いろいろ気になってることがあって、はい、2人さ、学科違うのにめっちゃ仲良しじゃん。はい、先生ともさ、結構友達みたいな感じでね、うん、さっきも話してたりしたしね。そうですね、うんうん、あみんな明るい雰囲気なのかな、学校。まあそうだよね、うん、そのお互いさ、ハマってることとかなんか好きなこととかも聞いていい？はい、鈴木さん。あ、はい、私は絵を描くことが好きで、うん、絵を描くことと、うん、あと絵を描くことのつながりでそのアニメーションを作ったり、うん、その 3DS のゲームで動くメモ帳っていうゲームがあるんですけど、ほう、なんかもうサービスとかはそのインターネットのサービスとかは終了されちゃったんですけど、そういうのでアニメーションを作るのが好きですね。めちゃくちゃすごいじゃん。絵描くだけじゃなくてね。はい、なんか他にはそのちょっとおじさんみたいになっちゃうんですけど、何何何、おじさんみたいになっちゃうんですけど、うん、麻雀とかもやってますね。俺もやるよ。ありがとうございます。ゲームでやる？はい、あ、でも今度の何大晦日、大晦日に父方のおばあちゃん家でちょっと、うん、宅囲んで、はい、ちょっと決めてこようかなって決めてこよう、麻雀ちょっと決めてこようかなって。さあ、収録がおしまいですからね、はい、そうかそうか。家族でやるんだね。はい、お父さんがやってるのを見てちょっとハマっちゃったんで。あ、それでね、はい、あ、なるほどね。いや、やってみたい。俺も一緒に入れてほしいな。あ、ちょっとどうぞどうぞ。じゃあ木下さん、ハマってること、好きなことは何ですか？最近は、編み物を始めてたんですよ。あ、今テーブル置いてある、ここにあるんですよ。自分で作ったの？そうです。すごい白い筆箱。そうです、ペンケースを。ペンケース、なんか縁がピンク色でね、糸で。え、めちゃくちゃすごいじゃん。すごい。いつからやってたの？めっちゃ最近で、最近インフルエンザが、あ、まあ、流行ってたね、時期だったもんね。学級閉鎖になっちゃったから、それをその時期に暇すぎてちょっと趣味を見つけたくて、編み物いいと思って、独学で始めたの。あ、そうですね。どんぐらい時間かかった？ペンケース1日ぐらい。丸1日、そうなんだ、うん、すごいな。売れるよ。売れるよね。買う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 。ディレクター清水さんも買う買う買う。めっちゃ可愛い。なんかスマホケースとかにもね、いろいろ使えそう、なんかそういうのもあると売れるんじゃないかなって思うよな。そしてなんか聞いた話によると空手がすごい上手だっていう鈴木さんのね。戦う系じゃなくて型の方なんですよ、ね、そうですね。コナンのラン姉ちゃんみたいに、そう、結構ボコボコみたいな。あ、じゃなくてね、うん、まあ、ラン姉ちゃんも常にボコボコにしてるわけじゃないけどな。そう、激しいやつじゃなくてってことね、はい、いや、さっき見たんですけど、いや、すごかったね、頓着。本当に。いや、なんていうのかな、これ例えが難しいんだけどね、ちょっとアイドルのオタゲーみたいな、ペンライトを両方に持ってるみたいな、それのおごそかなバージョンみたいな感じだった。つながってるペンライトみたいな。そうだね、うん、見たことあった、木下さん？いや、なくて、今日初めて見たんで。
衝撃衝撃結構独特だよねぬんちゃんね、はい、そうかそうか独特な流派なので、あ、いや2人とも面白い話いっぱい聞けたんですけれどもね。でここでなんですけど、はい、愛知県立常滑高等学校学校を志した理由とかも聞いてみようかなと、木下さんが聞いてみようかな。はい、私が常滑に住んでるので、うん、家が近いんですね。だから自転車で行ける距離っていうのと、うん、大事。そう、うん、あと常滑の小学校だと私の行ってた小学校中学校がろくろの体験ができて、あ、そうなんだ、いいね。ろくろとか土を触る体験があったからそれが楽しくて、高校でも常高がろくろの授業があるって聞いて、あ、やりたいなって思ったのでやりました。あ、そうかそうか、はい、じゃあ鈴木さんは。はい、私がこの学校入りたいって思った理由が、結構昔から絵を描くのとか物を作ったりするのが好きだったので、そういうのもなんかもっともっと学んでいきたいなと思って入ったんですけど、最初は全然その他の美術教師になるのがちょっと夢なんですけど、うん、全然他のも目指してて、なんか心理カウンセラーになろうかなって最初は思ってたんですよ。でもデザイン科だからだんだんそのデザインが恋しくなってきちゃって、やっぱり好きだから、そしたらその担任の先生とかになって生徒の話とかも聞けるから、あ、もうじゃあもうデザイン科行こうと思って、そこでもう専門的に学んでいこうかなって思ったので。そうか、はい、鈴木さんじゃあ将来美術の先生になりたいんだね。はい、で進学を目指してるって感じ。はい、そうです。芸術大学。はい、芸術大学で教育課程を受けられるのでそこで取りたいなって思ってます。へえ、そうか、先生になってね、はい、将来さそういう絵も教えて、そして空手も教えられるようになればね、はい、本当ですよね最高だよね。最高、心強いと思うんです。そうだよね。じゃあ木下さんの夢も聞いてみようかな。夢は、うん、アイリストっていうまつげパーマをするお仕事。アイリスト、ネイリストみたいな。あ、そうですね、バージョン。ネイリストがネイルの爪で、うん、アイリストがアイなんで、ね、あ、そうです、目ってことか。目です、うん、目のアイリストです。アイリスト、まつげパーマ。まつげパーマですね。へえ、まあ、それもデザインといえばデザイン。あ、そうですね。そうね、ろくろの何かが活かせられるかもしれないよね。細かいところとか。へえ、あ、そうかそうか。まあなんかね、まあ今やってることとは違うかもしれないけどね、うん、将来何か役立つかもしれないしね、うん、いいね、具体的に2人とも夢があってね、いろいろ応援していきたいなと。そして2人とも引き出しがすごく多いからね、これからたくさんの人を多分喜ばせられると思いますヌンチャクと編み物で、編み物でということで今日も素敵な話たくさん伺いました。ということで今回は愛知県立常滑高等学校からセラミックアーツ科2年木下優奈さん、そしてクリエイティブデザイン科2年鈴木あやめさんにお話伺いました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。モビリティ産業を牽引する東名工業は航空機ロケットの組み立てから船舶の横揺れを低減する装置 ARG や各種試験装置を自社で設計開発製造する会社です。君も透明工業で活躍してみませんか。私たちメタルテックは自動車ボディ部品の生産準備から製造までを一貫して行っております。今あなたの乗っている車の部品も私たちが製造したものかもしれません。共に作る。私たちメタルテックは若い力を求めています。青春工業ハイスクールクリップ、透明工業、メタルテックの提供でお送りしました。